2日目スタート。もうベルベルだよ。大社長のお友達さんがやってるみたいです。山田屋さんお好み焼きです。いや嬉しいな、ここがめちゃくちゃ美味しいみたいなんで入ってきます。入ってきたらおでんがありましたね。鉄板があって、はい、おむすび味噌汁セットみたいなのがあります。トーキレンでおでん、これねスープか。うん、美味しい。ごぼ天のサウスしてます。和風、本当らしい。めちゃめちゃ美味しい。うん、最高。それ何ですか？魚粉ですね。魚粉を今ね買いました。広島風なのかな？広島風なんですか？風ですね。そうですよね、はい、うちらのなんか地元静岡なんですけど、はい、静岡だとなんか全部あのこの混ぜてなんか作るような感じの、うん、なんか感じなんですけど、すごいわ。そのまま焼きそばをこうやって入れるんですね。うちは地元で焼いてからちょっと乗せる感じなんですけど、はい、生麺じゃないので。あ、そうなんですか、はい、肉をねこういう感じで焼いてドーン。大盛り。天かすみたいですね。すごい。わ。おしいな。めちゃくちゃ美味しそうだけど。横に卵。珍しいのはご飯みたいですね。肉、牛すじ、うどんがあったり、そばがあったりね。ご飯が珍しいみたいですね。どうなんですかね。なんとも辛ソースとあの酢のソースがあるみたいですけど、私たちは全員ね、酢のソースにさせていただきました。こういう感じでこう巻くんですね。こういう感じで、県によってやっぱすごいですね。あのいろんなあれが違う、全然違うんですね。すごっ、すごっ、うん、山口はねこうやってお好み焼き、まあ山口か分かんないですけど、ここの店はねこういう感じで巻くみたいですね。めちゃくちゃ大盛り。おかみさんおっしゃってましたけど、まあ、キャベツなんでねすごく食べやすいっておっしゃってましたね。あの女性の方でもこれ大ですけど、この上に特大があるみたいなんですけど、女性の方でもペラッと食べちゃう方がいらっしゃるみたいです。いや、うちらの地元だとこの上にソースがかかったらマヨネーズがかかったりするとね、やっぱ山口はそういうのではないみたいですね。いただきます。どうでしょう。うん、野菜が最高に甘くて、野菜も入ってるし、肉も入ってるし、蕎麦も入ってるし、ボリュームがいい、うん、あっさりしてる感じ。神社名の私には最高です。いただきます。食べてみます。だんだんうどんはね、なんとなくわかるんですよね。うどんっていうのがかけちゃんっていうのがね、ちゃんぽん麺みたいな感じのラーメンみたいな感じっておっしゃってましたね。やっぱりこんな美味しいお好み焼きにはビールは欠かせないですね。
本当ビール飲んじゃダメですからね、プリン体が高いんで。これあれじゃん、泡出るビールじゃん。ちょっとすいません、社長には申し訳ないですけど、相棒と私で、すいません、いただきます。乾杯。それでこのお顔が、めちゃくちゃ合う。まあ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。でもね、ほんと野菜がめちゃめちゃ多いんで、お腹いっぱいなんですけど、そんなにね、もたれるお腹いっぱいじゃなくて、すごくいい感じのお腹いっぱいです。福の国山口って、山口の方はね、福のことを福って言うみたいですね。まあ地域にもよるみたいですけど、福の国山口、社長がおっしゃってましたけど、これがめちゃくちゃ有名みたいですね。有名なんですか。夢もね、社長にね、ディオールのハンドクリームを社長が買われたんで、つけさせて。ハンドクリーム買うじゃダメだろ。顔大丈夫みたいです。よし、3倍マシになったな。3倍マシになってもあんまり変わんねえけどね、ブサギだからもう。以上です。社長がね、クリスタル会員に今上がったみたいで、さすがです。大社長さすがです。ありがとうございました。ディオールのクリスタル会員になったみたい、社長が。私はブロンズです。山口県もね、アーケードがこうやってあって、めちゃくちゃ長いね。夢で見た感じがしたんで、スクラッチを買いました。今はい、はい、今買いました。ありがとうございます。当たりますように。ありがとうございます。当たります。ありったけの夢もだ。おい、あれですか、ワンピースの方ですか。あのルフィですか、はい、ルフィですか。ワンピースですね。かっこいいな。俺でも能力者だからね。何の能力か聞いて。能力者です。能力、カチカチ飛び、カチカチ飛び、チンコカチカチ飛びね。今日やばいっす。こうやってね、アーケードをね、結構歩いてきましたけどね、今社長がおっしゃってましたけど、今空き店舗になってるね。ここはね、日本で一番最初にユニクロができたみたい。すごいわ、ユニクロ。俺高校生の時に静岡にできて、俺ユニクロでさ、はい、あの高校生の時にさ、はい、めっちゃ買ったの、はい、その当時ね、あんな安くなかった。革ジャンとか売ってたり。ユニクロは小学校ぐらいですね。で、俺高校の時に朝ね、6時ぐらいからオープンしたの、その時にね、10万ぐらい買った気がする、ユニクロで。革ジャン1個ね、4万9800円の革ジャン買ったのを覚えてる、はい、小学校の時ね、はい、じゃあ中学校の時ユニクロで、はい、中学校の時ね。俺は高校の時、俺は高校の時だけど、高校の時。このマンションもね、社長おっしゃってましたけどね、パチンコ屋だったみたいですよ、もともとパチンコ屋何もなくなっちゃった。ゾウがいるぞ。こちらのね、カフェにね、来させていただきました。いいね、入ってきます。おしゃれなね、ケーキがあってね、パスタのパスタのパスタ、生チョコのロールケーキ、うまそう。ロイヤルミルクティーとアイスコーヒーとバナナミルク、うん、安定のうまさ、安定のうまさです。バナナミルク、いただきます。うん、普通の牛乳ですね。なんか上になんか乗ってるよね。蜂蜜です。蜂蜜、蜂蜜。プーさんです、プーさん。プーさんの体型は俺ね、ちなみにね。クラフトコーラ、これなんすか。カフェモカ、すごい、モカモカ。山口駅に戻ってきたんですけど、ハートインなんか地元のせいも書いてあったっけかな。ちょっとなんか色の色彩がちょっと違うね。昨日行かせていただいたママさんの男のワンちゃん、かわいい。2つから顔出して、かわいい。めちゃくちゃかわいい。新幹線のね、ホームに来たんですが、結構都会ですよね。こう見ると電車のね、線路がめっちゃある。まあこちらは新幹線ホームですかね。新山口、もう山口州は終わりってことですね。
はい、今からどこ行くんでしたっけ。神戸市です。さすがです。神戸牛は あれですよね、あのそちらの世界に入る段取りですよね。そちらの世界に入る感じですよね。入っちゃいます。勉強になります。急遽ね、今ホテルを取りまして有馬温泉にね入ってまいります。参ります。昨日ねその辺のホテルだったんですがね、ちょっとホテルもベロベロでね紹介できなくて、それで温泉もね入れずじまいだったんで、有馬温泉にね今から向かって入ります。行ってきます。行ってきます。はい、新神戸到着です。神戸駅からね今ねタクシーに乗りまして、それでホテルまでね送っていただきます。雨なんでねちょっと外の風景は撮れませんが、こちらのホテルですね。ちょっとまだお金払ってないんで、またどのぐらいかちょっとね言いますね。トマくんがいて、奥にね奥に沖縄様があります。部屋にもあるみたいですね。特大大中小と、でアメニティがねヘアブラシ、カミソリ、コットンとかねいろいろあります。下が綿棒とかも。部屋ね入ってきました。まあ一応ねトイレがあって湯船もあってみたいな感じですね。でベッドもね、ベッドが2つあって、かなりね上の方でしたね。これ昨日、こういう感じで外がね、またちょっと雨なんで明日見せますが、昨日ね社長にホテル出していただいたんで、今回はね私たちが出しましたけどね、社長のとこのともいくんとね、社長と社長の相棒と私と3部屋取って6万ちょっとですね、7万いかないぐらいでした。このホテルをね今出ましてね、坂があって雨が降ってるんですが、これ降りてきます。社長たちも坂降りてたみたいで、私たちね急にホテル取ったんで、なんかね近くに食事所みたいのあるかと思ったらね全くないみたいで、相当下まで降りるみたいです。これさ雨で寒いしさ大変なんだよね結構ね。このね上の方のホテルから歩いてきて、そこ下ってきて右に今曲がって、この拳っていう居酒屋さんがあるんですが、ここもね満タンでした。やっぱ地元の方か観光客かわかんないですけど、で、ね、看板もないんですがね、ここ焼肉屋さんみたいで、ここ今ねちょっと10分待ちっていうことで今待っております。はい、ここに来ました。メニューはねこういう感じになっております。はい、ドリンクはこんな感じですね。以上です。なんかね優しいハイボール、昨日すごい濃いのたくさん飲んだ、ね、これ優しいハイボールすごく優しい。看板はないですかね、名前書いてありました。ミラクっていうのかな、有馬店、山口店が、山口から来たんですが、山口店は山口っていう地域があるんですかね、この辺の。キトナムです。キムナムです。いただきます。これね、葉っぱとね、来てあるけど、私葉っぱが好きです。辛くない、この気持ち全然辛くないし、濃くない、酸っぱさもないんで食べやすい、すごい美味しい気持ち、最高。塩タン結構厚みがあって大きいね。上バラですか。上バラみたいです。上バラロース、なんかこれもね刺し、いい刺し具合で美味しそう。でっかく見えますか。しょうです。美味しそうに焼けてきました。社長とトモイ君の温泉に入るんでたくさん食べてきます。うまっ、うまっ、うん、うん、非常にうまい、うん、クオリティめっちゃ高い、おいしい。タレつけなくてもめちゃめちゃ美味しい、うん、
最高です。ライスうまい。ハラミ。ライス、大盛りライスを頼んだんで、これ肉をね、バウンドしていただきます。うん。本当に美味しいわ。マジで美味しい。ここかなり当たり。安くてこんだけうまいのはちょっとマジですね。ねえ、うまい。本当に当たり。ご飯の大盛りがこちら、ハラミ。全部うまい。本当に。二周目。これ三人前ですかね。三人前です。2周目のターン。うまっ、うん、本当にうまっ。行った家が、あの、まあ、すぐ断れる家もありますけど、はい、3杯目のね、ここにね、肉をね、最後焼き肉をして、はい、ここでパウンドして、これをね、バウンド V。 うまっ、うん、うまそう。今ね、お風呂入ってきました。サウナあったんですがね、水風呂がなくてね、ちょっとね、切ない感じだね。もう多分ホテルもね、これね、あれですね、多分もう一生泊まらない、全然良くないホテル。朝ごはんがいいみたいに書いてあったけどね、まあちょっといいですね。ちょっとここはおすすめしません。でもね、焼肉屋はね、本当にめちゃくちゃ美味しかったんで、あの焼肉屋さんね、ぜひね、近い方とかいたらね、こっち有馬温泉とか来た折にはね、食べてみてください。めちゃくちゃコスパいい、安いし、あんだけ食べて移したのをで15人前ぐらいかな食べたんですが、あれで3万3000円とかだったんで、めちゃくちゃ安いと思います。それではとりあえずおやすみなさい。